こんにちは、ゆうです。バズダのお時間です。今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、今日も無課金サバカ、柴犬丸やっていきたいと思います。カミカミですね。はい。今日はね、前回に引き続き、はい、悪魔チャレンジ、悪魔の方をやっていきたいと思います。はい。超重力やったということでね、はい、まあ、強調をクリアした編成そのままでね、はい、ちょっと挑戦していきたいと思います。ね、ウォーリアブライト使ってみた動画です。使ってみたでも、いつの話やねんって。はい。それではね、早速パーティーご紹介します。はい、こちらでございますね。強調チャレンジクリアした編成そのままでございます。はい、それではご紹介しましょう。はい、リーダーのウォーリアブナイトですね。リーダーのウォーリアブナイトにスキルチェーン4つ。で、ドラゴンキラー1つ。回収武器ですね。でリーダースキルが控えの2コンボ以上でダメージを 78% 軽減、攻撃力が10倍、4コンボ加算、控えの4コンボが1コンボにつき、攻撃力が2倍となっております。はい。で、こちらがアマテラスですね。アマテラスドラゴンですね。はい。超覚醒、浮遊、消せない解除、ブライトシールド、ローレンスの武器ですね。はい。これで複属性控えにつつ、チーム回復を補いつつ、チーム HP を補いつつ、スキルも補いつつという感じです。で、こちらがアグリゲートですね。アグリゲートに、スキルチェーン4つ、マシンキラー2つ、で、ハロウィンチャクロの武器つけております。で、こちらがキャプテンマーベル&ミズマーベルですね。直接、スキルプラスに上限解放、スキルチェーン2つ、で、シャインブースト、ヒカリン・ワルディンの武器ですね。はい。で、こちらがマーベルですね。マーベルに、スキルチェーン6つに、HP 強化1つ、で、ハローサンシャイン、こんにちはハローキティですね。こんにちはハローキティを、これも、フレンドさんも全く一緒ですね。はい。つけております。で、リーダースキルがね、一応ね、ご紹介しておくと、機械の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が10倍、4コンボ加算、固定値ダメージ、海賊性の全パラメーターが3倍となっております。はい。で、バッチは HP プラスです。はい。それでは、それでは、悪魔チャレンジ制限時間30分、ハテナ、ハテナ、ハテナ、超重力。それでは、最高おぉ背景も違うやん、なんか。おえぇ、ー。アーサマに何のようなの？どなたですの？それでは、使っていきましょうか。OK。で、マーブル変身させて、マーブル変身させて、で、光ワルリンの武器使って、で、アグリゲート変身させて、これ使っちゃおうかも。よし。で、根元に、勝利を。はいはい。これあれやもんね。だって、吸収やからどうしようもあらへんもんね。回復しとこう、普通に。君も僕のところにおいでよ。こんなやつほっとこうよ、言われてるやん。おいでよ、言われてるの、ほっとこうってどういうことやん。そんな感じだったっけ？アーミルさんって。はいはい。はいはいはい、はい。待って、これこうしよう。はい。で、これで吸収無効を、相手は解除と、はい。よし。君も僕のところにおいでよ。こんなやつほっとこい、またやん。進んでれ、違う人が言ってんのかな、これ。違う人が言ってるのかな、わからんけど、ちょっとそんな言われたら、ショックやわ。仲間に入れてくれると思ったら、ほっとこい、やっぱほっとこい言われてるんやろ？そんな辛いことある？で、悪魔回復。よし。いや、勝って。こんな硬いの？僕の顔に傷が。何するのよ。これやっぱ違う人が喋ってはるんや。で、アグリゲート変身させまして、と、はい。はいはい、はいはい。はいはいはい。はいはいはい。あ、ちょっと待って。まあ、かもしれないか。よし、よし。はい、オッケー。よっしゃ、いけた。ギリやったな。危ね。んで、これ誰やったっけ？裏、主天道寺か。オッケー、オッケー、オッケー。向こう貫通ね。はい。んじゃあ、アンブリさん、お願いします。よし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 。ここちゃんとね。ちゃんと。4消し入れてって。回復もしたいから。
あーやっべ、これやらかしたな、結構結構やらかしたなこれ。あ、全然やった全然やった。ハワー、何それ、ハワーってお菓子の大洪水。うんうん、着ぐるみね、着ぐるみね、着ぐるみ着たよね。ハロウィンは終わったんよ。でももう時間戻ってこうへんのよ。もうはい、とりあえずこれで、これでちょっと盤面も悪かったんで、久しぶりに使うんでね、これ慣れってのもあるんで。あー、もう4個石くらいついたらいけてたかな、もしかして。待て、ルーレット、浮気戦とじゃ、おーん。まあまあ、いいでしょう。光を増やしてくれる分には、まあまあ、許せる。はい、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 はい。OK! こんだけいったらいけるでしょう。属性吸収するとさ、無効貫通がいつ来るかわからんからさ、使えへんのよね。あ、でも待って、これアシスト無効解除来るんじゃなかったっけ。まあいけるか。だってキャプテンマーベルと光の元に勝利をさんですよ。ちょっと今いまいち何言ってるか分からなかったけど、自分で。よし、はい、よし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 、はい、オッケー、オッケー。なんか4つ石振ってくるような気がしてんな。待って、アマテラスがやばいな、ちょっとやばいな。使っとこうかな。いや、どうしようか。ちょっともう使っとこうか。あと2ターンで倒せへんもんね、どうせ。はいはいはい。はいはい。はいはいはい。はい。オッケー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 、はい、よしよし。なんだ、あ、なんならちょっとアマテラス戻ってくるまで待っとっかな。これで時間絶対余裕あるでしょ。こんな緩い感じ、ちょっと、はい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 、おい、よし、月光。月光町であるですね、はい。よし。で、あと4ターンでしょ？あと4ターンか。もう、これ多分あまりやんな。多分もう、今の削りの感じ、発狂しちゃうんで、はいはい。発狂されたら僕発狂しちゃうんで、はい。よしよし。かゆい、なんか顔もかゆいんですよね、最近。日中。青い彼岸花、早く探しに行かなか。オッケー。よし。あー、そういう系か。あ、じゃあ、アグリゲート、ゴー。して。ちょっと待って。これ、ダメージ吸収無効化の方か。今何フロア ?5 フロア。次、無効貫通出てこいんかと、ちょっと使っとくか。はいはいはい。はいはいはい。はい。はい。こんな感じで。OK! OK! さすがにいけるでしょ。もう悪魔キラーもりもり。いや、勝って！もっぺん沈んどけ言われるけども。勝ったいな。はい。はいはい。はい、はいはいはい。待って。ちょっと待って、一旦これで、もっぺん沈んどけが多分終わるんで、これで。よし。ちょ、危ない。危ねえ。危ないわ。ベルゼブブの間に、あれ、マーベル使っといてもよかったもんね。よし。はい。はい。はい。
よし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 。サイ、はいはい、サイって言ってもた。言わんかったら誰も気づかなかったかもしれない。よし、アマテラスも戻ってきたし、伏線が来ても全然大丈夫。ボソボソ声で言うても聞こえへんて。デスカウント、あ、あ、クレーミー、あ、そうだ、あった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 。ちょ待って、これあれやんね、もうそろそろあれやんね、無効貫通使っとこうか。一回ロックでしょ、使っといた方がいいよね。ちょ、ダブ2回連続でさ、あれなんですよ。組みたいやん。よし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 、オッケー、よし、オッケー。ダークスペル、イエス、ダークスペルワンです。よし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 、回復で挟んであげて、これは縦に組もうか。はい。よし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 。行ってしまえよ、もう、そろそろ、OK!OK!、OK! OK! で、次が、あー、地球史置いとけば、あ、ちょ、光の元に、少量がいるやん。ちょ、これ、あ、きらめきの刃やろか。はい。じゃあ、ひらめきの刃よ。もうこれね、強調チャレンジの動画撮ってる時にめちゃくちゃ聞いたんでね、もうしばらくちょっと若干聞きたくなかったんですけどね。そんな言ったら悪いけど。はい。よし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 。オッケー。トゥートゥー。あ、アシスト武器を解除する、あ、違う、それは関係ないか、マーベルの進化スクリュー上は。オッケーオッケー。で、まあ削れるでしょう、言うてマーベルよ、最近っていうか最近出たキャラよ。まあどんぐらい削れるかにもよりますけどね。結構削れない。6ターンあったら全然余裕やな。多分余裕。あと5ターンか。よし。ちょっと待って、ルーレットはあるね。はい。はい。はい、はい。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 よし。はい、はい、はい、はい。順調にね、お邪魔の消せない解除が始まってますけど。あと77ターンですわ。よし、OK。まだええか、ちょっと。はいはい。はいはい。はいはいはい。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 やっべー、三つ印になってた。あかんな、ちょっとこれ手加減しなあかんな、ちょっと待って、33で一回やってみようか。33。よしよしよし。どうかな。よし。で、2で、ここで一旦アグリゲート使っといて、僕アグリゲートがマーベル苦手なんで、はい。でやで。ちょっと待って。ちゃんと分割だけしといて。はい。これで、あ、4消しになってた。これ、あかんかな。ちょっと半分切っちゃうかな。ギリ耐えてくれたら嬉しい。無理やったか。しゃあないね。はいはい。じゃあもうちょっとアマテラス使っとうか。で、軽減貼って。
はい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 はオッケー耐えたよっしゃよし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 。これはもう散々ね、協調のワンフロアで練習したからね。大丈夫なよ。はいはい。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 さあ、行ってらっしゃい。待て。おーしよしよし。じゃあ最後とどめさせましょうか。これで。よーし。はい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 。はい。はいはい。はい。はい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 。しゃー、お疲れでした。はい、クリアー。うぃあー、なんとか、悪魔もね、召喚受け取りましょうか。よし。召喚、赤が届きましたね、はい。いや、まあ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 、これぐらいがちょうどいいし、ちょっと召喚ね、協調の後にいきなりドカーンとね、難しいのこらえたら、ちょっと僕もね、もう身が持たへんので、はい。これぐらいでよかったですわ、はい。クリアタイム見てみましょうか、一応。14分ぐらいですね。はい。14分ぐらいでクリアできるので、もしよかったらね、協調こんな感じでクリアされた方、全然余裕なんで、はい。僕はね、本当にこの環境に適応してるキャラがね、結構ここら辺でしかもう組めないんで、しばらくちょっとここかな。あと、マキマさんもっとね、サブとかいいキャラ引けたらいいんですけどね。はい。それでは今回はこの辺にお開きしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。もしね、この動画が良ければ、チャンネル登録、動画の評価、高評価してくださると嬉しいです。はい。あと、概要欄にある X のフォローと、あと、TikTok のアカウントもフォローしてくださると嬉しいです。TikTok ライブでね、TikTok ライブで、結構他のゲームとかも、はい。まあ、遊戯王とかもしてるんですけど、はい。あとは、ちょっと雑談とかもしてるんですけど、はい。たまにパズドラ、たまにっていうか、パズドラもしてるんで、もしよかったら気になった方はフォローしてくださると嬉しいです。それでは、今回のお相手は、私、ゆうでございました。お疲れ様でした。バイバイ。